皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡、コメンテーターには堀池拓実さんをお迎えしております。堀池さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。主審はセルゲイ・ピットキンさんです。ここにはイニエスタがいました。カルバハル、カルバハル、サイドチェンジ、カルバハル、カルバハル、クリスチアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、さあクリスチアーノ・ロナウドが切り込んでくる。打ってきた、止めました。素晴らしい反応、クリスチアーノ・ロナウド、そんなバカなという表情。パスの先にはウォルコットが、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。カルバハル、鋭い読みでカット、攻撃に移りたい。ボールを中盤で奪いました。香川真司、ダニエル・アウベス、ルーニーがプレーに絡んでくる。ディマリアが行きます。主審はセルゲイ・ピッキンのプレーをどう見たか。これは軽率なプレーでした。そうですね、危ない位置ですし、退場まで出してますから、まずいプレーでしたよ。あれはこのタックルはちょっと無謀でした。危険なプレーですね。これは流すわけにはいきませんね。これをメッシのシュートは惜しくもゴールを逃れました。ボールが中盤でカットされました。ルーニーが勢いに乗って侵入してきますよ。フィリピン、この選手がベンゼマです。笛が鳴っています。オフサイドです。これは際どい。ペドロ、ここにはセルヒオ・ラモスがいました。香川真司、ルーニーが出ています。オフサイドです。セルヒオ・ラモス、フィリピン、クリスティアーノ・ロナウドがスペースに、さあどうだ。クロスが上がった、メッシ、素晴らしいヘディング。メッシ絶好調といった感じですね。そうですね、メッシの勢いとともにチームの勢いも上がってきますからね。ボールにはヘスナバス、ディマリアがここにいました。アシュリー・コールが絡んでいきます。クリスチアーノ・ロナウドへつながれた。どうなる、ボールがこぼれました。ディマリアが切り込んでくる。クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。ここで攻守が入れ替わります。ペドロ、
ヘスス・ナバス、セルヒオ・ラモスが絡みます。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。ウェイン・ルーニー、アンゲル・ディマリア、これはファールです。なんとか抑えました。ボールはキープしています。ダニエル・アウベスのところに行きました。ルーニー、ここを起点にできるか。ダニエル・アウベス、ボールを守りきれるでしょうか。カルバハル、ここでためを作ります。メッシ、ここはクリスティアーノ・ロナウド。さあヘッス・ナバスです。フィールドの中盤でボールを奪いました。このボールはリオネル・メッシが許しません。ラクティッチ、ナイスシュート、ゴール決まった。ヘッス・ナバスです。香川真司、さあこれはルーニーです。ここにはイニエスタがいました。カリム・ベンゼマ、笛が鳴りました。オフサイドでした。ペドロ、強引に切り崩してきた、打ってきた。メッシ、ダメだ、それていきます。メッシのシュートはゴールならず。動きに躍動感があふれますウォルコット。ボールが足につきません。ルーズボールだ。サイドからサイドへ、いました、ラキッチです。このパスはベンゼマに向けてです。ディマリアがここにいました。メッシ、さあ上げたい。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。後半戦キックオフです。後半戦も引き続き実況西岡、解説堀池拓実さんでお伝えしていきます。香川真司、これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。さあメッシです。香川真司、ルーニー、ボールにはヘス・ナバス。さあ味方も連動して動いてくる。振り抜いた、このシュートを弾いた。ディマリアがスペースに入る、どうする。ファールであっても止まってくれてよかったという場面でしょう。イエローカードです。すでに退場者を出していますので
これ以上のイエローは避けないといけないと思うのですが、どうでしょう堀池さん。おっしゃる通りです。試合には熱く、プレーは冷静にいってほしいんですが、なかなか難しいところなんですよね。キーパー目で追うだけといった様子でボールを見届けることしかできませんでした。ビルドアップも丁寧でした。ロナウド得意のフリーキックですね。キーパーは見た目以上に取りにくいんですよ。どこに来るか分かりませんからね。ロナウドに見事にやられました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。この展開を誰が予想したでしょうか。シュートだ。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ルーニー、ボールを取りに来ました。カルバハル、クロスを出した。このシュートは外れました。しかし形としてはいい展開だったんではないでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、マークを外した。左側に味方も走る。シュート、ディフェンスに当たった。この選手がヘス・ナバスです。もう一度ルーニー、リオネル・メッシ、カルバハル、クロス来た。ディフェンダーがクロスボールを処理しました。ディマリアが行きます。ここにはイニエスタがいました。うまくボールを奪った。動きに躍動感があふれますウォルコット。パスの先にはウォルコットが。いいパスだ、ウォルコット。ボールは、これはいい位置だ。今のパスで決めに来た。ゴール決まりました。少しでも点差を縮めたい。ディマリアが行きます。ここはクリスティアーノ・ロナウド、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ここにいますイニエスタ、ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドへつながるか。これは来た、止めました。素晴らしい反応。クリスティアーノ・ロナウド、そんなバカなという表情。救うセーブ、ディマリア、アゼン。ウォルコット、ここを起点にできるか。カルバハル、メッシ、さあ折り返した。ベンゼマ、このパスはカットされます。ここにいますイニエスタ、綺麗なタックルです。香川真司、さあどうだ。ペドロ、この笛はオフサイド。ベンゼマです。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。中盤でボールをカットしました。
ベンゼマのパスは通りません。ベンゼマ、来た、クリスチアーノ・ロナウド、これはナイスキャッチです。ルーニー狙っていった、このシュートにキーパーなんキャッチしました。安心してはいけないですよ。ボールが中盤でカットされました。ルーニー、ぶつかり合っています。ディマリアが行きます。流されます。クロスに行くか、入るか、ゴールだ。ここでのゴールは勝負を決めたと言わざるを得ないでしょう。そうですね、ちょっとここからの逆転というのは難しいですね。最後まで攻め続けてました。この姿勢が後にも効いてくると思いますよ。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。試合終了、4-1、爆発的な攻撃力がまさに爆発した試合となりました。一方的な試合となりました。はい、自力の差がくっきりと出てしまいました。今日の試合の模様は実況西岡、解説堀池匠さんでお送りいたしました。皆様ありがとうございました。さようなら。